タイムズチェック、もうだいぶだいぶいってます。ちょっとシャイ言ってるから。どっちが言ったの？多分カオリ。しかもあんたちゃんはさ、何でもフレーメンするね、君ね。そうだね。まあ、匂いでフレーメンしたね、君。シオくんはフレーメン時々するけど、よく嗅ぐのはさ、アンズちゃんの子だからかな。そうだね。アンズちゃん、どうしたの？何に逃げてるの？アンズちゃん。チェックだけしに行ったのよ。アンズちゃん。アンズちゃん。アンズちゃん、はい。入れない、手が入らないよ。なんかね、あ、上から少し光が入ってるかも。なんか光で白く光ってて綺麗だよ。かおりんちゃん、かおりんちゃんは今日ケージに入り、ハンモックの中に逃げてからですね、お昼ちょっと前ですねから、一度もハンモックを出ておりません。通常ちょっと心配するところなんですけれども、まあもうだいぶ慣れてきてですね、ご飯を、ストライキというかボイコットする、トイレになかなか行かない、これはまあ明日の朝まで待ってみてから慌てることにします。夜になりました。夜になっても、お昼にあげていた、チュールですね、全然手をつけていませんのでまだ絶食中です。そしてトイレに入った感じもないのでですね、これからご飯をあげるんですが、ご飯をあまり食べていないということで、今7ヶ月の、カオリンちゃん、お子様用のですねご飯を栄養価が高いということであげてみようということになりました。普段食べているものとは違うのでまた違うかもしれませんが、もし食べたら、少量でも、栄養が高いということになります。ちょっとだけこれを開けてみますね。今、人間は中を覗いていません、カメラだけを入れてみました、この2階部分にいるでしょうか。ちょっとわからないのですが、あ、今シャーを言いましたので多分カメラには映ったんでしょうね。はい、ではこの後ご飯を差し上げます。このような感じで差し上げようと。これはこれ違いますよ。ここパッケージは違う。中身だけ。ウイカナのお子ちゃま用です。ちっちゃ。そうなの。お子ちゃま用はちっちゃいの、粒が。はい。はい。はい。じゃあ2階に開けていきます。開けますよ。開けますよ。いるのかな。カオリンさん。カオリンちゃん、ごめんね。大丈夫だからね。ちょっとだけね。あ、上行っちゃうかな。一回に、今うー言ってる、ね。うー言ってるね。はい。あ、今ステップにいます。はい。ご飯だよ。はい、ご飯ですよ。あしゃーって言ったね。はいはい。はいはい。大丈夫だよ。はい。お腹空いたんじゃない？はい。どうぞ。ほら、怒ったの？どうぞ。どうぞ。はい、いいよ。いいよ。どうぞ。お利口さんね。はい、食べてね。
はいはい、はい、しりしるのね。うん、はい、はいはい。アナちゃんもご飯の用意ができるとアテナデが嬉しいみたいです。これはシオンくんに遺伝したかもしれないですね。でもね、ご飯の時じゃなくてもここだとすごいシュリシュリしてるね、うん、なんか最近子供の中で甘えるのが好きらしいです。なんていうでしょう、もうご飯の用意できてるよ。できてるよ、アナちゃん。おいでー、おもちゃで呼ぶ、ね、置いといて。じゃあ、じゃあ下で食べてみようね。
じゃあ後で食べてね。いいところに入れるのが難しい。あとはもしかしたら2階にピョンと乗った時に、あ、困ったってこの間までやってたじゃん、うん、その人が気づくのか。まあいいでしょう、そのうち食べるでしょう。